こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、ポケモン新作が発表されたようですね。そしてその御三家も。個人的には猫好きだから、ニョーハ一択です。キュートな目といい、華奢なボディといい、とてもそそるものがあります。ちな一般ポケモンユーザーの意見であり、私は決してケモナーではない。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。おいしい方、コロッケでご飯は食べられるか、論争になる。コロッケと白米の相性が話題です。元モーニング娘の辻のぞみさんが自身の YouTube チャンネル内で長女からコロッケでご飯は食べられないと言われたと明かします。いつも通り貴女に粘着されそう。これを取り上げたスッキリでは、コロッケはおかずになるか否かを街の人に聞くと、おかずになる派とならない派で意見が割れます。なる派の意見は、ご飯とコロッケのカリカリ感が合う、ソースの味がご飯に合うという声があり、一方ならない派の意見は、じゃがいもの甘さがご飯に合わない、炭水化物かける炭水化物で重い、コロッケはおやつでしょという意見がありました。あのさ、感情論抜きで冷静に考えよ。コロッケのホクホク感は白米に合わないよね。コロッケの程よい甘さはおかずにならないよね。甘さを引き締めるソースがあるじゃん。それはソースがうまいだけ。それに騙されているんだよ。ほら、冷静に感情論抜きで論理的に考えれば、コロッケはおかずじゃないことは明らかだろ。そして何より大事なのはコロッケの気持ち。文系の力がここで役に立つ。やめとけ。パンと出会うはずだったコロッケの気持ち。美味しいコロッケパンを食べてもらおうとしていたパン屋のおばちゃんの気持ち。イエーイ、コッペパンくん見てるー。今からコロッケちゃんといいことしちゃいます。ごめんなさい。私もう、挟まれるだけじゃ我慢できないの。ああ唐突なネトラレにより脳が破壊されました。純愛過激派も難儀だな。さてここで、ネット上で有名な量産式コロッケの食べ方をご紹介。まずコロッケは、箸で潰し約 1.5 倍ほどに伸ばす。次にソースを浸かるほど目いっぱいかける。それをもんじゃ焼きのように、少しずつ取って食べる。これでご飯と一緒に食べると、味が濃いからコロッケ一つでご飯を2杯食べられる。これもソースが美味しいだけ定期、こち亀が面白かったのは100巻まで定期。50巻まで鳩、150巻まで鳩で戦争になるぞ。ということで、当チャンネルでもアンケートしてみました。コロッケで白米は？その結果、あり 78%、なし 22% という結果になりました。マジで？アリ派のやつら大丈夫か？頭のホイールトップバリュ製使ってないか？トップバリュに対する熱い風評被害やめろ。ネット民の反応は、コロッケパンの方がうまいけど、アリかなしかと言われればあり。むしろジャスティス。醤油かけてご飯と一緒に食うよね。キテレツ大百科の OP を見ると食べたくなる。これならわかる、キャベツはどうした。妥協というか一緒に食えるけど、白米と合うかって言われたらうん、ってなる。ご飯が進むか進まないで言ったら進まない、ソースの恩恵だけ、肉や魚や珍味に比べてコロッケは大分ご飯が進む旅が起こる。パサパサしてるから微妙やろ。によりが再生した。米を食わなきゃいけないという脅迫観念、コロッケを主食におかずを食えばいい。コロッケの種類にもよる。カレーコロッケとかぼちゃコロッケじゃ全然違う。等の意見がありました。まったく、素人ばかりで困るな。コロッケの気持ちや、コロッケの宣伝に使われる台風の気持ちを考えれば答えは出ているはずなのに。じゃあ、あかりさんが考える一番白米に合うものって何ですか？言うまでもないね。それがあればご飯が3合は進み、パンに塗れば甘露のような甘さで私を魅了する。世界平和、かな。これが質を感情区ですか？それでは最後に謎かけを。コロッケとかけまして、結婚式と解きます。その心は？どちらも、揚げたては熱々です。ご視聴ありがとうございました。